1>, 月1日から携帯電話を使いながら自転車を運転することが法律で禁止になります。 新しい法律では自転車を運転しているときに携帯電話を使ったり見たりすると罰を受けます。 お酒を飲んで自転車に乗ったり乗る人にお酒を出したりした人も罰を受けます。 東京ででは1月月から9月までに携帯電話を見ながら自転車を運転していたために31の事故がありました。 自転車がぶつかって歩いている人が大きな怪我をした事故もありました。 警察の人は自転車も車と同じように人の命を守る運転をしてくださいと話しました。